バチャオッチャーの今何です。第2話感想考察いってみましょう。最初のデートはグループデートということで、ランチデートのためのボートレースが行われるわけですよね。で、これミキさんが選出らしいんですけど、リーダーの選出ナイスですよね。赤が、小出翔太さん、青が、バスケの長谷川圭一さんということで、これで、そのリーダーが好きな人の順に呼んでいくんですけど、赤が、タムさん、マクファー、ジェイ、レオン、クーちゃん、トモヤということでね、これ呼び方がね、みんなの何て言ってるかっていう呼び方がわかる感じなんですけど、で、青が、長谷川圭一リーダーで、まずはリオン、カズキ、ダイ、シュン、兄貴、コウダイっていう感じでですね、なんかこうオピニオンリーダー的な、目立つ方から呼ばれていってる感じですよね。坂東さんが登場して用意スタートで、まあ坂東さんは常にネクタイ、シャツにネクタイにベストで、ここで注目は佐藤俊なんですけど、佐藤俊さんですね。彼は、夜はサングラスなのに炎天下ではノーグラスね。これはもう面白いですよね。ツッコミどころですよね。で、青が優勝するわけですね。長谷川圭一さん率いる、リオン、カズキ、ダイ、シュン、兄貴、コウダイの、7人組ですね。こちらが優勝するんですけど、なんかこういちいち負けた方のマクファが嫌味なコメントをちょっと言ってる感じですよね。この辺ってね、こういう感じミキさんにはまあ伝わってないだろうなと思いますよね。で、続いて、その勝利のチームはグランピングでご飯ということで、みんなでランチをするんですけど、まあこれリオンくんがね、白コーデが爽やかで素敵ですよね。やっぱり白 T 似合う人って本当かっこいいなと思うんですけど、でここでは長谷川さんがすごい積極的に料理をやってるんですね。こういう男性ってやっぱいいですよね。で、それをしっかり見てるミキさんもいいなぁと思いますよね。沢井和樹さんですね。は、まあちょっとね、2メートルという背と、まあモデルという職業とは裏腹にすごい小児感ありましたよね。ハートの人参を作ってみたりね、人参食べると足が痒くなるっていうこと言ったりね、すごい可愛いなっていう感じですよね。まあこう、どうでしょうね。やっぱ和樹くんは、こう、弟枠っていうか息子みたいな感じっていう風にミキさんも思ってるんじゃないといいかなっていう感じはしますよね。リオンくんの唇の負傷の話が出て、まあはしゃいで、プールに飛び込んで、まあもう格好つけることはないかなっていう感じで、これがね、いい方に出るか、どっちに出るかっていうことなんですけどね。平台ですね。ここで、ミキさんから大いじりが始まるんですけど、まあ、あの、カクテルパーティーでね、1話のカクテルパーティーで話すことがないって言ってた件は、謝ってましたね、素直にね。で、まあ、こうやってみるとね、やっぱり印象は悪くはないですよね。なので、まあ、ちょっとこの後ね、どうなるかなっていうのも楽しみです。で、ランタンデートの、選出がされるわけなんですけど、ここで、長谷川のケイちゃんですね、ケイチさんが選ばれる。ということで、選ばれた理由は、ミキさん曰く見てないところでもいろいろ作業をやってくれたからっていう風にね、おっしゃってましたよね。やっぱりね、見てるんですよね。待機勢は、マクファーとね、リオンの喧嘩が始まるわけなんですよね。これはいいですよね、こういうのね。マクファーが結構感じ悪いんですけど、まあ、喧嘩万歳って感じでね。やっぱり見どころの一つですからね。バチェラー、バチェロレッド。で、ここでマクファーの感じを見てると、まあ、あの、例えば彼氏になってお付き合いとかしたら、喧嘩になると結構厄介なタイプかなっていう感じはすごいしたんですよね。だからま、こういうとこ見るとね、あの、ちょっとその人のね、あの、質がわかるかなっていう感じがします。で、ランタンデートになるんですけど、まあ、ランタンデートといえばね、ロレッテ1のスギちゃんですね、がファイナリストまで行きましたので、まあ、長谷川さんもね、いや、もしかしたら行くかなっていう感じはしますよね。で、このね、ミキさんと、
長谷川圭一さんの二人に醸し出される雰囲気がすごくいいんですよね。で、トークも自然だし、で、ミキさんも終始楽しそうに笑ってる。対して面白いことを言ってるわけでもないのに笑ってると。これすごい大事ですよね。もう楽しいっていうこと以外何者でもないので。で、まあ、ミキさんも長身なので、ビジュアルもすごい釣り合うんですよね。で、ロマンチックじゃないって言ってるんですけど、長谷川さんはですね。ミキさんは結構ロマンチックを求めそうなタイプに見えますよね。はい。で、このお祭り、確かに素敵でしたね。で、会って2回目だから好きとは言えないけれども、誰にも渡したくないっていうことをね、長谷川さん言うんですけど、これすごいアドバンテージですよね。で、好きはまだ早いし、そんなに簡単に言える言葉じゃないっていうのはね、ほんとこれ信用できる男だなっていうことで、もうミキさんのポイントはこれ上がったんじゃないかなと思います。やっぱりね、好き好きとかね、連発する人、まあ出会ってすぐから連発する人で、じゃあ私の何をね見てね、好き好き言ってんのと、外見だけなのっていうねことになってしまいますからね。やっぱりこれはね、すごいいいんじゃないかと思います。で、実際ミキさんは恋は仕掛けてます、気持ちが動いてるっていう感じでね、言ってたので、まあ、唯一、鎧を脱げる人。今回ね、ミキさんのテーマである、鎧を脱げる人なんじゃないかなと思います。で、続いて、アート、アニマル、ディナー、3つのスポットを巡るデートっていうことで、これはまあ、気に入ったら次のデートもデート継続ありみたいなルールなんですけれども、ここで、まずは、ビルマチさん、クーちゃんが選出されるわけですね。で、アートデートが始まります。ミキさんがね、民族衣装っぽいドレス、これね、すごい可愛いですよね。何でも着こなすし、ポニテもめちゃくちゃ可愛いですよね。すごい似合ってます。で、まあ、クーちゃんもね、可愛いですけどね。で、一緒にペイントをするんですけど、まあ、クーちゃん意外と目力あるなっていうのと、仕事の話をしていて、まあ、行動力のある人が好きなのでっていうことで、まあ、ちょっといいかなと思ったんですけれども、価値観はまあね、合いそうな感じはしたんですけど、ミキさんのことを聞いてないんですよね。とか、あとはミキさんへの思いとか、そういったことを伝えてないので、まあ、ローズをもらえなかった原因っていうのはそこじゃないかなと思いますよね。多分、ラストの3人には残らないのかなという、感じは、印象はしました。で、ここで、待機勢の映像が映るんですけど、ここが面白かったですよね。田村さん、港区経営者田村さんが、まあ、食事は普段のその人が出るみたいなことで、まあ、食べ方汚い人とか、分かっちゃうよね、みたいな話をすると、まあ、リオン君は、まあ、そういう、結構は、なんていうんですかね、ネガティブな話題に対して反論するんですけど、割と正義っぽい感じで。で、でも逆に俺ら見られてるよね、みたいなこと言ったら、まあ、田村さんが、いや、俺はちゃんとしてる、って言ったら。リオン君すかさず、いや、そんな自己評価はいいですよ、って言った途端にですね、田村さんが飲んでた水をこぼすっていう。これはね、ちゃんとね、カメラで狙ってるあたりで、まあ、わざとじゃないと思う、台本ではないと思うんですけども、すごい面白かったですね、これね。で、ちょっと気になったのが、なんか今結構若い人って流行りみたいなんですけど、サトションとね、ダンサーのレオンくんが、パールのネックレスしてるんですよね。メンズパールとかって言って、今流行りみたいなんですけど、ね、これどうなんだろう。私とかおばさん世代から見るとすごい、抵抗あるんですけど、でもね、まあ、モデルさんとかしてる写真見たら、まあ、それなりにね、かっこいいので、やっぱそういう感じなんだと思いますけどね、これ一般人は結構ハードル高いんじゃないかなと思って見てたんですけど、まあ、サトシュンはまあ、似合ってるかなと思うけど、でも、んってやっぱり目がきますよね。で、小出翔太さんは、まあ、ゴールド安定の。で、ここで、クーちゃんは、ダメだったわけなんですよね。次に行けなかったっていうことで、待機勢の元へも戻ってくるんですけど、まあ、待機勢の雰囲気は、まあ、相変わらずいいですよね。まあ、このぐらいの人数の範囲内では、まだ、だいたい雰囲気がいい感じなんですよね。だんだん殺伐としてくるんですけどね。で、続いて、この、クーちゃんが、
その次のデート、アニマルデートの、選ばれた人を呼ぶっていうことで、小出翔太さん、ゴールドネックレスの 小出翔太さんが選ばれます。で、小出さんもね、白 T 似合ってますよね、白コーデ。まあ、ちょっとガニ股気味に歩いてきたんですけど、すごい似合ってる。で、なんかまあ、濡れるっていうことで、紺の服に着替えるんですけど、これもまあ、二人ともね、すごい合ってますよね。ミキさんね、こういう格好、でもどんな格好しても、ね、似合うな、可愛いなっていう感じなんですけど、してましたね。で、ミキさん曰く、動物の好きな男性は子供好きだからっていう感じで、まあ、テストっていう感じですよね。で、やっぱりね、小出さんの、すごいところは、こう、さりげなく、ハンカチを出したりとか、もう楽しそうな雰囲気っていうのは、こういうなんか、イベント、面と向かってない時、二人で違う方向を見てる時っていうのは、すごく雰囲気がいいんですよ。で、やっぱり思いやりとかもすごい出てるし、このイベントにおいてはですね。で、手つなぐのもね、すごいさりげなくって、もうノールックですよね。すごい慣れてる感がしたんですけどね、どうですかね。これ結構女慣れしてないとできないじゃないかなと思うんですね。このノールックでさっと手つなぐとかですね。いや、うまいなと思いましたよね。これいいですよね。で、ここでディナーも続行になるわけなんですね。やっぱりすごい楽しかったんだと思うんですよ。待機部屋の方が映ると本当は阿部兄貴が呼ばれるはずだった。残酷ですよね。ディナーの場所なんですけどね、チェンマイどうなんでしょう。ディナーの場所あると思うんですけどね、まあ、ビラの中でディナーっていうことで、まあ、残りの待機勢にね、こう見せる戦略台本なんでしょうけど、まあ、ちょっとこれ残酷ですよね、これもね。特に阿部兄貴にとってはね。で、ディナーデートが始まるわけなんですよ。小出翔太さんがね、一方的に自分の話をずっとしていて、こう向かい合った途端になんかこう価値観が違うというか、なんかそもそも普段の暮らしてるこうステージというかが違うっていう感じがものすごいするんですよね。例えばこう友達関係だったり、まあその周囲の環境だったりっていうのがなんか全然こう違う世界っていう感じがして、なんかこう交わらない感じが終始してた感じなんですけどね。で、ミキさんに対しての質問だったり、ミキさんの言葉もやっぱりビルマチ君同様なかったっていうのもすごい気になった点ですよね。仕事の話だけで付き合ったらどうなんだろうっていう風なことをね、言ってたので、まあ、その結果としてサプライズローズはなしだったのかなと思います。で、待機勢が映るんですけど、デートを見つけるワクファーと兄貴とともや、これ何でしょう？同室なんですかね？個室なのかな？泊まってる部屋は個室かもしれないけど、この3人まだ仲いいんですかね？で、上から覗き見をしてるんですけど、この様子がすごく面白いのとともに、兄貴のスカーフが気になるということで。で、兄貴の隠れ家だったらしいんですよ、この場所がね。で、そこでね、あえてディナーするっていうね、まあ、純残酷物語になりますよね。はい、そして最後、カクテルパーティーが始まるわけですよね。で、ここで結構ドキモノいたんですけど、もう完全にこれアラジンワールドですよね。これなかなか着こなせる人いないなと思ったんですけど、さすがバチェロレッテ出演者だなっていうことで、これで漏れなく足が短く見えるやつなんですけど、長谷川圭一さん注目ですよね。長谷川さんだけはもう足が長いままって感じで。で、これほんと一人一人突っ込みたいんですけど、まぁ、ちょっとね、それは置いといて、まぁ、胸が、自信ある人は胸が出てってみたいなことがあるんですけど、で、ともやくんは、ちょっと、上半身だけ見ると学ランかなみたいな。だったり、結構これはすごい見どころですよね。で、ミキさんは、やはりお姫様みたいな形で登場するんですけど、まあ、平台とリオンくんの胸。そして、高台くんの学芸会館。ということで、もう、突っ込みどころ満載だったんですけど、もうなんか終始これ一人一人、ツーショットでお話しするんですけど、待機勢がいちいちこう不穏な感じの表情なんですよね。やっぱりこう前半とは違って、もうなんかツーショットしてる人たちを常にこうウォッチしてるっていう感じなんですけど、ここでまあ2話の一番の名場面が
来たわけなんですよね。マクファーとリオンの喧嘩ですよね。まあ、どちらかを選んで上手。面白かったですね。もう最終的に、小出翔太くんがいい感じで連れていくんですよ。こう、姫をさらう感じで連れていくと。で、なぜか、マクファーとリオンがハグをするという謎のね、謎展開になるんですけど、ここはね、やっぱり2話のちょっとクライマックスというか一番の見どころかなと思いますね。で、ちょっとサトシュンがね、最後これやっちゃいましたよね。決めつけた？あなたはこういうタイプですよね、みたいな感じ。作られてる気がしてっていうような決めつけトークしてたんで、こういうのは、なんかこういう、分かりきった、悟りきったようなことを言う人って、やっぱりミキさん好きじゃないと思うんですよね。なので、まあちょっとね、がぜんこう、サトシュン残って欲しかったんですけど、こう不利になっちゃったかなという感じですね。で、いよいよ、もう本当終わってほしくない。このメンバーからかけてほしくないという気持ちあるんですけど、ここから、3名脱落ということで、長谷川圭一さんはすでにローズもらってるので、残り10名選ばれるってことなんですけれども、残念ながら脱落者は平台ですね。と、大学生高大くんとサトシュンが落ちるという展開になってしまったんですけども、残念ですよね。この3人ね、すごい面白かったので。で、高大くんに至ってはもうね、ほんともらい泣きしそうな感じでしたよね。もう、いいように、いい男になってねっていう、もう弟を見るような感じでしたよね。で、もうここで兄貴が映ると、ボロ泣きしてるわけなんですよね。もう兄貴ね、やっぱいい人ですよね。で、智也くんとか、和樹も結構こう、うるっと来てる感じでしたよね。まあ、サトシュンはね、本当にいいキャラだったんでね、ここで脱落するのは残念だったんですけれども、残念ながら落ちてしまいました。ということで、まあ、最後、次の予想なんですけれども、まあ、ちょっとがぜんやっぱりマクファーがリードしてるな、推しの強さでリードしてるなっていう感じがしたんで、私の推しではないんですけれども、やっぱりまあ1番はリオンくん、中道リオンくん、2番がすごい人柄のいい長谷川圭一さん、この2人はもうどっちになってもおかしくないと思うんですけれども、ついでやっぱりマクファーかなと、この3人が残っていくんじゃないかなというふうに思います。それでは第3話に続きます。最後までご視聴いただきありがとうございました。